ミケル・ラボア・マンシ・シドールは、スペイン・ギプスコア県パサヤ出身のシンガーソングライター、精神科医。バスク地方のバスク音楽で最も重要なシンガーソングライターの一人であり、より若い世代のミュージシャンに影響を与えた。ラボアはほぼすべての曲をバスク語で歌った。エスドク・ア・マイルのメンバーとラボア・ジャサルディアでの最後のコンサート父親は、 バスク民族主義党の政治家であり、サンセバスティアン市議会議員を務めた。1934年6月15日、ミケルラボアはギプスコア県パサイアに生まれたが、1936年からのスペイン内戦中には、フランシスコ・フランコやエミリオ・モララを中心とする反乱軍がギプスコア県に侵攻したため、母親とミケルラ7人の子供はビスカヤ県の漁村、 レケーテオで2年間ほど過ごし、内戦終結前の1939年にサンセバスティアンに戻って父親と再会した。1950年代にはナバーラ県パンプローナで医学と精神医学を学び、1950年にギターを学び始めた。1955年には友人からもらったレコードでアルゼンチンのアタウアルパイウパンキに惹かれ、また、 チリのビオレタ・パーラなどのアーティストにも影響を受けた。ラボアは彼らの後を継ぎ、自身を政治的アーティストに位置づけた。1962年には、サラゴサにおいて、初めて講習の前で、バスク語の曲を歌った。1964年にマリーソル・バスティダと結婚して二人の子供を設け、ミュージシャンとして活動する一方で、サンセバスティアンにある、 サンミゲル病院の子供精神神経部などで20年間精神科医として勤務した。1964年頃にはバルセロナの病院に勤務しており、一旦サンセバスティアンに戻った後に再びバルセロナに移って小に神経精神医学を勉強した。1965年頃のカタルーニャでは16人のハンジなどがノバ乾燥運動を起こしていた。 ノバ乾燥運動に共感した、ラボアは1967年頃、フランシスコ・フランコ独裁政権下で長い眠りについていたバスク文化を活性化させようと、他のバスク人、アーティストともに、エスドク・アマイルという音楽グループを設立した。このグループは、バスク語の復興と、社会的地位に焦点を当て、ラボアは、ベニート・レール・チュンディなどとともに、新バスク音楽の担い手として、 自身の地位を確立した。エスドクアマイルのメンバーは不特定であり、ギター、チャラパルタ、アルボカなどの演奏をベースに、伝統音楽、ダンス、詩の朗読などをスペインバスクだけでなく、カタルーニャやフランスなどでも言った。1969年にはヘシュス・アルツエの詩に曲をつけたトックス・ウリア・トグスウ・オリを発表し、この曲は現在でもバスクで広く愛されている。 ライブ活動を基盤とするグループだったエスドクアマイルはライブアルバムなども制作することなく1972年に解散した。フランコによるバスク語抑圧制作のために初期の何枚かのアルバムはフランス領バスクでしかリリースできなかったが1974年の1、3はスペインバスクでもリリースされた。1985年には 精神科医の職を退いて音楽活動に専念するようになった。2006年7月11日、サンセバスティアン国際ジャズフェスティバルの一部として、サンセバスティアンのラスリオラ海岸で開催されたボブ・ディランの平和コンサートではオープニングを務め、数千人の聴衆の前で音楽生活の最後のステージを終えた。音楽生活で最後のコラボレーションは、 パサイアのグループであるナイスロシャトであり、彼らのアルバムで、イッコラ・ティアリックという曲を歌っている。2000年代半ばからは、断続的に体調を崩し、2008年12月1日、サンセバスティアンの病院で死去した。74歳だった。2008年には、ギプスコア県最大の栄誉である、ゴールドメダルの授与が決定しており、12月23日に、受賞式が予定されていた。 サンセバスティアン市はラボアの功績を称え、2009年には市内を流れるウルメア川にミケルラボア橋が完成した。2013年にはバスク文化の国際化のためギプスコア県はバスク大学にミケルラボアの名を冠した奨学金制度を制定した。1974年に発表したアルバムバットヒルはディアリオ・バスコガムによる読者投票によって 史上最も偉大なバスクのアルバムに選出された。彼の曲のいくつかはバスク民族音楽界で人気の古典となっており、最も人気があるトックスウリアトグスオリという曲はジョーン・バイズによってオリジナルのバスク越しに新解釈が加えられた。この曲にはオーケストラバージョンも存在し、ドノスティア聖歌隊やバスク実習、若手還元楽団との共同で生まれた。 他の有名な楽曲には、グレヒツック、ハイカミュートル、バガ、ビガ、ヒガなどがあり、やはりドノスティア聖火隊との共同で生まれた。しばしば、ジャズミュージシャンのイニャキサルバドールと共同し、また、ドノスティア聖火隊やバスク自治州の他の還元楽団と共同で活動した。1991年には、様々な若い世代のロックバンド、フォークグループによって、チェラキー、 ミカル・ラボーレン・キャンタクというトリビュートアルバムが発表された。バスク時に映画監督のフリオ・メデムはバスクボールの中でラボアが書いた曲を何曲か使用している。メデムは作品中でラボアにインタビューすることを望んだが、ラボアは歌以外には何も言うことはないとしてこの申し出を辞退した。バスク人小説家のベルナルド・アチャーガはラボアを 背が高く鋭い壁画を持ったバイキングの戦士と表現した。同じくバスク時に映画監督のアレックス・デラ・イグレシアは2013年の映画スガラムルディの魔女でラボアの曲バガ、ビガ、ヒガを象徴的に用いた。1960年代と1970年代の作曲スタイルは伝統と姿勢や実験性の組み合わせと表現でき、 特徴的な声が組み合わされた。彼の作品は、現代様式によって、再解釈した古いスタンダードに、ベルトルトブレヒトのような作家による叙情的な詩が組み合わされており、特筆すべきは、レケ・ティオアクという実験的なアルバムである。シャウトや犠牲後の音をベースにし、ほぼギター一本で演奏する、ミニマルミュージックは、ビョクや今日の他の前衛ミュージシャンの音楽に遥かに、 先行している。ラボアのシャウトは、自身が治療を担当していた、自閉症児の叫び声を真似たものである。奇妙な特徴として、アルバムのタイトルが数値であることが挙げられる。この習慣は1974年の2枚組アルバム、バッドヒルから始まり、ディスク2の曲は、フランシスコ・フランコ独裁政権下では禁じられていた、ベルトルト・ブレヒトの死に基づいている。 1980年の2枚組 LP は、ラウ・ボーストという名称であり、1985年には、ズバリ、6というアルバムを、1988年の7から11を含む、レケーティオアクというアルバムに続けて、1989年には、12を発表した。かつて自身が所属していた、エス・ドク・アマイルという文化グループへのオマージュとして13。 おなに持つアルバムは制作せず、1994年に14をライブアルバムで15と16を制作した。2005年に発表された17が最後のアルバムとなった。ありがとうございます。